関東の駅百選認定駅に掲げられるプレート、関東の駅百選とは、鉄道の記念行事の一環として選定した、日本の関東地方の特徴ある100の鉄道駅である。1997年から2001年までの4年間で、運輸省関東運輸局管内の特徴ある駅を公募等で募集し、選考委員会で100駅を選定した。後に、中部運輸局、近畿運輸局などでも同様の企画が実施されている。選定後、廃止になった駅があるため、現存する駅は98駅である。また現存する駅でも建て替えなどで選定理由になったものが失われている場合がある。東京駅、上野駅、原宿駅、国際展示場駅、高尾駅、奥多摩駅、柴又駅、浅草駅、東武鉄道、東京都台東区、東京都交通局は選定対象になっていない。また、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの浅草駅は、当時開業していなかった三ノ輪橋停留場北、鎌倉駅、強羅駅、緑園都市駅、横須賀駅、鎌倉高校前駅、船橋日大前駅、神津の森駅、犬吠駅、明覚駅、長瀞駅、新守谷駅、真岡駅、日光駅、横川駅、水沼駅、川口湖駅、大月駅、府中駅、溜池山王駅、国立駅、両国駅、都庁前駅、三軒茶屋駅、東京都世田谷区お台場海浜公園駅、秦野駅、上大岡駅、桜木町駅、八景島駅、神奈川県横浜市金沢区、大尾山駅、センター秋田駅、航空公園駅、館林駅、錦竜駅、上総鶴舞駅、大滝駅、流山駅、千葉県流山市鎌ヶ谷大仏駅、印西牧之原駅、千葉県印西市中港駅、茨城県ひたちなか市上三依塩原温泉口駅、足利駅、勝沼ぶどう郷駅、お茶の水駅、御嶽駅、後楽園駅、東久留米駅、天王洲アイル駅、横浜駅、根府川駅、片瀬江ノ島駅、日吉駅、若葉台駅、神奈川駅、極楽寺駅、深谷駅、高坂駅、三部口駅、下仁田駅、舞浜駅、館山駅、県庁前駅、常陸の牛久駅、鹿島大野駅、佐野駅、益子駅、身延駅、新宿駅、駒込駅、上泉駅、羽田空港駅、田園調布駅、銀座駅、東大島駅、多摩センター駅、界芝浦駅、鎌倉駅、大磯駅、新横浜駅、相模大野駅、夢が、丘駅、踊り場駅、西武秩父駅、土合駅、成田、空港駅、渡浦駅、印旛日本医大駅、玉川村駅、鳥羽野駅、鉾田駅、桜川駅、東部、日光駅、選考委員により決められる。できるだけすべての事業者の駅が選定されるように考慮されているが、選定されていない事業者もある。関東の駅百選に関連し、時期によっては、スタンプラリーも実施されている。近年は別のイベントに切り替わったため、一部駅では通常の駅スタンプとして残っている駅もある。1998年から2001年まで実施された。関東の駅百選の各回の選定ごとに、その選定駅を対象として行われた。スタンプの図案は駅ごとに全く異なり、同じ規格で作られたとは思えないほど変化に富んでいる。第1期実施期間、1998年6月1日から10月9日。第2期実施期間、1999年4月15日から10月8日。第3期実施期間、2000年4月20日から10月6日。第4期実施期間、2001年4月27日から10月5日、関東の駅百選スタンプラリー終了後の2002年から2005年まで実施された。各回違ったテーマで5コースに分け、各コース5駅ずつ選定された。なお、無人駅でスタンプ等の管理が困難という理由で、土合駅、海芝浦駅は新スタンプラリーに選定されなかったが、大滝駅、原宿駅、水沼駅は、第1回と第4回の2回選定された。スタンプの図案は長方形の20枠の中に駅舎の絵という様式に統一された。第1回実施期間、2002年4月26日から10月4日。第2回実施期間、4月11日から10月3日。第3回実施期間、4月23日から10月1日。第4回実施期間。4月22日から9月30日2駅とも、駅舎建物が解体されたため現存しない。選定理由となった駅併設の図書館は2004年に閉鎖。選定理由となった南口駅舎は2006年に解体。東急東横線の横浜駅、桜木町駅間は2004年に廃止。ABCDE 関東の駅100選へ新たに5駅流山大滝上総鶴舞鎌ヶ谷大仏印西牧之原千葉日報ピアニッシモ朝刊16 2007年に解体撤去2006年に解体撤去ありがとうございます。